テオドラス・カリオタイティステオドラス・カリオタイティスは、リトアニア大公ゲデミナスの息子ナバフルダク公、カリオタスの息子で、ポドレ公、ナバフルダク及びホメリの公焼ベレグトサロスの知事を務めた。父が母子した後の1360年頃、ナバフルダク公国の地を有していたテオドラスはおじ、ケイストティスに、自分の領地を譲ることを余儀なくされた。 1360から1370年頃に、テオドラスは、ハンガリーに住み、そこで何らかの所領を受け取った。さらに、おそらくは、ボスニアの大主スティエパン2世の娘であろう、オリガと結婚している。しかし、1388年に、テオドラスは、すでにいとこのコンスタンティナスと共に、文書で言及されている。1388年までに、テオドラスは、 ポドレの公となった。1385年のクレボの合同以降の政治上の変化は、テオドラスを、キエフ公ブラディミラス、シーベルシクイ公カリブタス、ビテブスク公シュビトリガイラモルダビア公ロマン一世と提携することを余儀なくさせた。この時、最も積極的であった支持者の兄、ポリスコリアトビチが加わった。ビータウタスには、 同盟を一人ずつ粉砕していく力量があった。1393年の秋にモルダビア・ポドレ、連合軍は敗北を喫した。テオドラスは、ポドレの地を去り、ハンガリー国王ジグモンドに闘争を続けるための援助を求めるために家族と共に同国に落ち延びていった。ポドレは、モルダビアとハンガリーの援軍を率いてきた大衆、ネスティサの元に残された。ポドレの要塞は、 十分に強化され、ハンガリーからの援軍が来るまでに、ビータウタス軍の包囲に耐えることが期待された。ビータウタスは、ブラーツラフとスコイレチを受け取った。カミアネッツの住民は夜中に、リトアニア軍を街に入れた。大主、ネシュザルは、スモトリチ、スカル、チエルレニエイの都市を案内した。ビータウタスは、カミアネッツを、メリシュティナから、ポーランド軍司令官であるスピトコビに渡した。 テオドラスは、いとこのポーランド国王ブワディスワフ2世と和解することなく、自身のポドレの権利をジグモンドに譲渡し、その代わりに、ベレグトサロスの領収を1396年には、中世の支配領地として、ムカチェベとマコビツヤを受け取った。自らの中心都市としてラトリカ川付近を選んでいる。この地で新しいパラノク城を建て、長きに十分に渡って、 ザカルパッチャの主要な文化の中心になったと評価し得る、図書館が付属した聖ニコライフスク修道院の基礎を築いた。テオドラスは自身の支配地を強化しかつ産業を発達させ、聖教会及びルーシの文化を保護した。妻のオ,オリガは山陸の村よりも高いソロチンスク山に女子修道院を建立した。テオドラスは1414 14年に死去し、 聖ニコライフスク修道院主導の下でその葬儀が盛大に取り行われた。妻のオリガは1416年に死去している。娘のマリアはエマーク・マルツェリーに、アンナはハンガリー宮中博が来二世ミクローシュにと、それぞれハンガリー貴族にとついでいる。テオドラス死去時にすでに息子も死去しており、領地は後にハンガリー王家に返却された。1393年に、 ブリアンスク港、グレプドミトリビチが、保証人となったヨナスザディビダスは、テオドラスカリオタイティスの息子の可能性がある。ボスニアの大使スティーパン二世の娘と見られるオリガーと、結婚し、以下の子上を設けた。A.B. ボールフ・ J ナイジア・ウリテフスコ、ラシーオード・コンカ・ザ・ターネスティー・ゴ・ウィーク、クラカオ、1895、698S、ゼーゼー、ファイ、ゼ ぜ二ぜ六 2006-224351980p306 ぜいぜい ISBN9660216831 ファイありがとうございます。